トモコ、無事に上陸したよ。7日間の航海で、戦後の荒廃した土地にようやく建てたというのに、海が懐かしいんだ。海はどうして希望と絶望の両端にあるんだ。これが最後の手紙だ。後で出しに行くよ。海に拒まれた僕たちの愛、でも思うだけなら許されるだろう。トモコ、僕の思いを受け取っておくれ。そうすれば少しは僕を許すことができるだろう。君は一生僕の心の中にいるよ。結婚して子供ができても、人生の重要な分岐点に来るたび、君の姿が浮かび上がる。君は静かに立っていた。7月の激しい太陽のように、それ以上直視することはできなかった。君はそんなにも静かに立っていた。冷静に努めた心が一瞬熱くなった。だけど心の痛みを隠し、心の声を飲み込んだ。僕は知っている。死母という低俗の言葉が、太陽の下の影のように、追えば逃げ、逃げれば終わり、一生。最後の手紙に書いたよ。君に会い懺悔する代わりに、こうしなければ自分を許すことなど少しもできなかった。本当にそうだと思えるまで必死に思い込もう。そして君が永遠に幸せであることを。